様、こちらにどうぞ。はい、今日は身体測定をしますので、はい、こちらに立ってください。身長から測りますね。背中を壁にくっつけてください。あ、ちょっと背中ちゃんとくっつけてくださいね。200くらいですかね。じゃあ200ですね。はい、じゃあ身長200です。はい、次体重を測りますので、体重計で、はい、体重計お願いします。持ってください。はい、ちょっとそのままストップ。お降りください。83.8 キログラムです。はい、はい、じゃあ次は3サイズいきましょうか。3サイズあ、逃げない頭とお腹と、はい、ここ150と1メートルなんで250、身長より高い。210センチ。どこだ。じゃあこの辺。ダメですね。ちょっと膨らんでるあたり。じゃあ大丈夫ですか。はい。あ、一回離してください。はい。が92。だから150と92で242。242。座高を測ってみます。じゃあそのまま後ろに座って、もうちょっと後ろに出ます。はいはいはい、座ってください。はい、座ってますね。難しいですね。だとすると、だいたい150で。はい、お疲れ様です。じゃあ次は視力検査ですかね。視力検査ですね。はい、ではこちらへ。視力検査始めます。まずこちら、こう、じゃあこちら、お、見えてる。こちらお結構見えてるじゃないですか。じゃあ反対の目いきます。じゃあ、はい、いいですか。全然見えてます。次は血圧ですね。はい、あちらへどうぞ。来てもらえますか。動かない、こっちだ。はい、行きますよ。あ、動かない。はい、安静にしてくださいね。いきますよ。あー、エラーですね。どうしよう。弊社クリニックは特別な血圧測定方法もご用意しておりますので、はい、それ試してみましょうか。
準備できたら教えてください。いろいろありましたから、ちょっと血圧も上がってるかもしれないですね。あ、出ました。上が156で下が94、脈拍102ですね。ちょっと高めですね。だいぶ。ちょっと休憩しますか。はい、休憩しましょうか。はい、はい、ヘデ様ですね。問診始めます。最近何か体に異常とかそういうの感じますか？あ、うん。具体的にどのような、これは緊急入院かもしれないですね。あ、違う。異常なしみたいですね。よく眠れてますか？運動とかごまめにしてますか？はい、ありがとうございます。じゃあ、ヘレさん健康そうなので問診はこれで終わります。お疲れ様でした。気をつけてお帰りください。あ、一人で帰すの？あ、ま、大丈夫ですか？扉気をつけてくださいね。はい、お疲れ様でした。今から視力検査します。じゃん。ヘベの目どこ隠すんですかね。ヘベ部長の目。そこでいいですか？それ両目見えなくなっちゃうんだよね。ここにしますか。はい、電池が切れましたね。後日診断ということで、はい、ちょっと電池持ってくるわ。電池持ってくるわ。炭酸4本。はい、はい、じゃあちょっとお願いします。はい。